この動画では、離断性骨軟骨炎、離断性骨軟骨損傷、OCD の画像診断について説明していきます。OCD は、スポーツをよく行う若年者に後発する悲惨な疾患ですが、まず OCD の病態について説明し、この動画では画像診断の話をメインに行いますが、単純 X 線、CT、MRI の画像処置について詳しく説明していきます。また、OCD の分類や治療方針についても説明していきたいと思います。キーワードについては、これらのキーワードについて説明していきますが、OCD とはどんな疾患なのか、そして、画像診断ではどのように見えるのか、またその画像診断がどのように治療方針につながっていくのかについて詳しく解説していきますので、興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それでは症例を見ていきたいと思います。12歳男性でサッカーによる疼痛の症例です。単純 X 線写真がありますが、正面像で黄色の矢印で示す大腿骨内側下の部分に骨頭瘤像が見受けられます。続いて MRI が施行され、冠上段を示していますが、T2 強調画像で先ほどの骨頭瘤像があった部分は低信号域となっており、死亡抑制のプロト密度強調画像では、軟骨に接する軟骨下骨に骨髄浮腫があり、この部分に亀裂のような高信号体が見受けられます。四条段では大腿骨内側下の真ん中あたりに信号変化があり、離断性骨軟骨炎と診断された症例です。OCD、オステオコンドライティス・ディセカンツは、離断性骨軟骨損傷、離断性骨軟骨炎と訳され、この動画では OCD で統一していきたいと思います。軟骨と軟骨下骨の一部が分離してしまい、進行すると母床から離れて遊離体を形成する疾患となっています。成長期のスポーツ選手に稀に起こる病態で、原因は様々言われていますけれども、例えば微小外傷説、繰り返されるストレスや外傷によって、軟骨下の骨に負荷やストレスがかかることが原因とされていたり、その他炎症、遺伝的要因、虚血など、多数の因子が考えられています。血流障害が起こった場合には、軟骨下の骨が壊死し、骨軟骨片が分離・遊離してしまいます。性別では約2対1で男性に多く10歳代が後発年齢です。部位としては大腿骨内側下の下巻よりが最も多く8割以上を占めています。右膝の頻度がやや高く、両膝発生も2から3割にあるとされ、外側下で 10% ほど、頻度が少なく数%程度ですが、室外大腿関節にも発生します。外側例では円盤状半月を合併することが多いです。発育期では安静で自然治癒することが多い疾患ですが、診断の遅れや不十分な治療では、早期に変形性膝関節症に移行してしまうため、早期診断が重要な疾患となっています。続いて OCD の臨床症状についてですが、初期では軟骨片は有利せず、運動後の不快感や鈍痛のほかは特異的な症状はありません。関節軟骨の表面に亀裂や変性が生じると、疼痛も強くなり、スポーツなどで支障をきたします。骨軟骨片が遊離すると、引っかかり感やズレ感が生じ、大きな骨軟骨片が遊離すると、膝の中でゴリッと音がして可動域制限が生じるロッキングが起こります。大腿骨内側下 OCD を簡単に調べる都市テストとしてウィルソンテストがありますが、膝屈曲90度、内旋状態から30度付近に進展する際に硬いを外旋させると疼痛が誘発するテストとなっています。陽性率は低いとされていますが、非常に簡便なテストですので、ポジショニングをする前の数秒を使って簡単にテストをしてもいいかもしれません。ここからは動画のメインテーマである OCD の画像診断について見ていきたいと思います。まず単純 X 線についてですが、初期はこのような軟骨下骨の骨頭瘤像が認められるのみですけれども、次第に骨硬化像を呈し、骨片の識別が可能となります。単純 X 線の分類は多数ありますけれども、ここではベドウェルさんの分類を紹介すると、ステージ 1A は軟骨の輪郭が飛行し不透明となった状態。ステージ 1B は軟骨下骨を含む欠損でしばしば多発する状態。ステージ 2A はこのような軟骨下骨がピリッと剥がれていますけれども、軟骨の連続性は保たれており、この結節と母床の間が等量線で区切られる状態。ステージ 2B は軟骨の不連続性が生じ、術中でこのような短い亀裂が観察できる状態。ステージ3からは、軟骨と軟骨下骨が共に剥離していますけれども、骨片が母床に引っかかった状態がステージ3、ステージ4は完全に遊離した状態となります。単純 X 線の撮像法としては、正面撮影、側面撮影、また過眼下撮影が非常に遊離した骨片を観察しやすいと言われています。室外大腿関節付近に生じた場合にはスカイラインビュー、またローゼンバーグの撮影なども基本的な撮影になってくると思います。両側の症例もあるため、単純 X 線の撮像も両側が基本ということを頭に入れておくと良いと思います。続いて CT についてですが、CT は骨組織の評価に有用で、骨硬化像、骨嚢胞を伴う母床の評価、このような有利骨片の確認及び術後の治癒過程の評価に適するとされています。続いて MRI の画像所見について見ていきたいと思います。MRI は単純 X 線で病室不可能な軟骨変化や軟骨下骨の信号変化を検出可能であり、超早期病変の検出に有効です。早期には T1 強調画像で低信号、T2 強調画像は高信号ですけれども、進行すると骨硬化や脳胞性変化を反映して共に低信号になります。関節液が骨片と母床との間に侵入すると、不安定、アンステーブルな状態となります。よって MRI は不安定性の評価に有用であり、関節液の侵入によって T2 強調画像で帯状の高信号を呈したり、または脳胞性変化をきたします。不安定性を示唆する所見としては4つが言われており、T2 強調画像で骨片と隣接骨との境界の線上高信号域、軟骨下骨の脳胞性変化、特に脳胞が多発していたり、直径 5mm 以上の場合はより不安定性を示唆します。関節軟骨を貫通して伸びる線上高信号、関節軟骨の連続性の途絶、または関節液で満たされた局所的な骨軟骨欠損が不安定性を示唆する所見と言われています。こちら参考症例ですけれども、T2 強調画像で骨片と隣接骨との境界に線上高信号域があったり、軟骨に接している軟骨下骨の脳胞性変化ですね。このように多発していたり、直径が 5mm 以上の場合にはより不安定が示唆されます。また、こちらは関節液で満たされた局所的な骨軟骨欠損だと思いますけれども、こういったものがあったり、関節軟骨の連続性の途絶があったりします。MRI による OCD の分類では、古典的にはヘフティさんの分類が用いられ、それをよりシンプルに信頼性高く分類し直したコッカーさんの分類があります。グレード1は関節軟骨に損傷断裂がなく信号変化が非常に小さいもの。グレード2は軟骨に裂け目や亀裂はありますが、病変は安定しており転移がないもの。グレード3は関節軟骨に裂け目や亀裂があり不安定な病変となりますが、この中には病変と母床の間に関節液と同等の信号の T2 強調側の高信号の液体があるもの。部分的な転移のある腸痛外用の病変。遊離体を含む完全な転移がある疾患が含まれる分類となります。膝 OCD でよく用いられる分類として、インターナショナルカーティレージリサーチソサイティ ICRS 分類があります。こちら関節鏡での分類で、タイプ1は安定した連続性を保ち、病変部直上のこの軟骨組織に軟化がある状態。タイプ2は軟骨に一部亀裂がありますけれども、病変部は安定した状態。タイプ3は軟骨に亀裂は生じていますけれども、母床からは完全に遊離していない状態。タイプ4は、軟骨骨片が完全に遊離した状態となっています。タイプ1とタイプ2が安定型、タイプ3とタイプ4が不安定型とされており、こちらが治療方針によく用いられる分類となります。続いて、膝 OCD の治療方針についてですが、病巣部が安定なのか不安定なのか、骨軟骨片が遊離しているのか遊離していないのかなどを総合的に考慮して治療方針が決められます。ICRS タイプ1、2など安定的な病変では保存的療法やドリリングが選択されます。10歳前後で関節軟骨の連続性が保たれていれば運動制限を中心とした保存療法。13歳から15歳以上で関節軟骨の連続性が保たれている場合にはこのようなドリリングが行われます。ICRSタイプ3など不安定な場合には正腹固定術が行われる場合があります。病変が不安定な場合に骨底や生体吸収ピンなどを使用して母床に固定する手術が行われます。ICRS タイプ3、4など骨片の状態が悪い場合には骨軟骨移植が行われる場合があります。関節面に亀裂があり、病巣部が脱落した場合、遊離骨軟骨片の状態が悪く骨融合が期待できない場合などに選択され、非加重部の関節軟骨を骨質組織とともに移植する骨軟骨移植法、複数の骨軟骨片を移植するモザイクプラスティ、関節軟骨を培養してから移植する培養骨軟骨移植、遊離した骨軟骨片の摘出のみを行う場合などがあります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は OCD の画像診断について説明しました。OCD は離断性骨軟骨片もしくは離断性骨軟骨損傷と訳されますが、軟骨と軟骨下骨の一部が剥がれてしまい、進行すると母床から離れて遊離体を形成する病態となります。今回の動画では画像診断について詳しく説明しましたが、画像診断の役割は不安定性の評価と治療方針の決定となります。単純 X 線と CT は骨頭量像、骨硬化像、遊離骨片の評価に優れています。また、早期診断と不安定性の評価には MRI が有用です。不安定性を示唆する所見としては、T2 強調画像での骨片と隣接骨との境界の線上後進合域、軟骨下骨の脳包性変化、関節軟骨を貫通して伸びる線上後進合、もしくは関節軟骨の連続性の途絶、関節液で満たされた局所的な骨軟骨欠損となります。また、治療方針につながる分類として ICRS 分類について説明しました。放射線技師の役割としては、適切な条件で撮影された単純 X 線、CT、MRI の画像を提供し、治療方針につながる画像診断に貢献するような適切な画像を提供することだと考えます。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。